街中が輝き出し、人々の笑顔があふれ、誰もが心を躍らせるクリスマスがやってきました。天使がついたベルだったんだ。夢が叶う天使のベルを
お互いに送り合ったのが私たちの初めてのクリスマスプレゼントだったのよ。初めてのクリスマスプレゼントが同じ天使のベル？天使がママとパパを結びつけてくれたんだよ。天使は目には見えないけれど、いつもあなたたちのそばにいて愛を届けてくれるのよ。ベルの音が鳴るとそこへ天使が来てくれるのさ。すごーい。ねえパパ、ママ、そのベル僕たちに貸してくれる？
テーブルの上に手紙があって、この教会に来るようにと書いてあったけど、あの子たちどこにいるのかしら。ティミー、グレース、どこだ。いたずらしないで出ておいで。Thank you.
なたの胸に温かい光が灯るのです。天使はその光を見つけ、愛する人へ届けてくれるのです。あなたが愛する人がいること、あなたを愛してくれる人がいること、そして今あなたがここにいること、それはすべて奇跡なのです。Angels will always be by your side to spread your love. When you think of those you cherish and keep them in your prayers, a light is born within your heart. Angels find that light and deliver it to your loved ones. To love and to be loved and your being here tonight are all part of the miracle of love. Merry Christmas.エディオンプレゼンツ天使のくれた奇跡3ボイスオブエンジェル、お楽しみいただけましたでしょうか。 Ladies and gentlemen, boys and girls, we hope you enjoyed The Voice of an Angel presented by エディオン。Thank you.
街中が輝き出し、人々の笑顔があふれ、誰もが心を躍らせるクリスマスがやってきました。やっと二人へのプレゼントが見つかったね。